だったんですけど、二つ目が、よりなんかフリーアジェンダというか、うちが何かを実現していく上で、まあ会社のビジョンを実現していく上で、今すごい自分の中でキーワードとなっていることを、なんかぜひ、なんかキャッチボールし合えたらなと思うんですけど、まあ、一つの大きいキーワードは、まあ、仲間を集めるかというところ、そこはすごい大事だなと思っています。で、一つのまあ参照というか、さっき三本さんもおっしゃってましたけど、スタジオジブリの鈴木さん、話が僕の中でやっぱ強烈に印象に残っていて、まあ、ジブリって、まあ、映画っていう、まあ、作品っていう聖域が一個ある、ありません。で、でも、何でもそうですけど、いい作品が売れるとは限らないじゃないか。見られるとは限らなくて、やっぱり人に知られていないと、人に刺さってない人は動かないよね。で、ジブリはそれをやっていくためにも制作委員会っていうのを、鈴木さんが作ったらしいんですよね。で、作って、まあ、そこで何をしてるかって、いろんなローソンさんとか、合同さんとか電通さんとか、それこそ時によってはヤマト運輸だったりとか、その作品に応じたスポンサーをつけて、で、そこで出資してもらって、で、それをまあ予算にやったりとか、PR にやったりとか、そういったことをして映画を広げてるんですけど、その出資を受けるっていう捉え方がやっぱ面白いなと思ってて、鈴木さんの話を聞くと、ローソン1社から出資を受けたって思わないんですよね。まあ、当時、例えば8500店舗あって、で、そこで働いてる人が仮に5人いたとして、で、そこで家族がかける3人いたとすると、まあ、大体、まあ、10万人以上の人が仲間になると。で、それを、普通は大体1社捉えてしまうんですけど、ちゃんと一人一人って解像度上げて、そこで大事なのが、その一人一人に仕事だったりテーマとか役割を持ってもらうことが大事。なんで、ポスターを貼る、その一つですら役割なんだと。まあ、ジブリの表紙のある種ローソンのパンフレットを置くってこと自体も役割なんだと。ここちゃんと設計していくと、置いた人は気になるよねと。これ何なのみたいな。ちょっと、出たんだ、ね。気になるよねと。そういった人たちをどう増やしていけるか。10万人から100万人から、それこそ何百万人から。っていう人たちを増やしていくことが、ジブリのある種お客さんになるし、その人たちが仲間となって、ジブリを周りに広げてくれる、とかいう、強い力になると。いうのを聞いて、すごい枠を超えてるなと思ったんですよね。スタジオジブリっていう会社って、当時何人だったかわかんないですけど、たまに300人ですと。っていうだけで、あれだけのヒットを生み出してるかって、僕はそうじゃないと思うんですね。しっかりそういったチームを作って、チームの人たちも、その何、行動の何々さんっていうよりも何々さんっていうふうにちゃんと見た上で、その下に、他にいる人たちのところをしっかり想像した上で巻き込んでいく。あって、すごいなと思ったんですよ、直に。それを僕たちに照らし合わせると何をしたいかっていうと、まあ、会社の大きいビジョンで言うと、日本の価値ある文化が時代ともに残っていくというのを掲げていて、で、それは何で掲げてるかっていうと、僕自身、まあ、日本がすごい好きで、日本各地巡ってみると本当に優れた文化がたくさんあるんですよね。まあ、そういったものがやっぱり人知れずなくなってしまったり、まあ、後継者がいなくなってしまったり、まあ、それって何でかっていうと、やっぱり人にまず知られてなかったりとか、人が知らないがゆえにお金も動かないし、人も動かないし、時代とどんどんずれてなくなってしまう。そういったことが起きていて、それでも、その本質的価値があるんであれば、僕はもっと知られてきたと思うし、それ言ったことを求める海外にたくさんいると。なんで、日本の価値ある文化ってものをしっかり世界に届けることによって、残していくように。変わりながら残っていく。それが僕は日本の可能性だと思って、それを掲げてるんですよね。で、それを実現していく上での、まあ、大きなハウとして、まあ、抹茶っていうメディアがあると。旅行者の人と日本の魅力をしっかりマッチングさせていくメディアであるっていうところを作ったんですよ。で、
今まで、まあ、自社で、まあ、コンテンツを作ったりとか、自分たちである種メディア側にコンタクトをしてとかしてたんですけど、やっぱ大きな転換点になったのはやっぱ株主が増えたことだったんですね。うん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 、で、それこそ星野さんだったりとか、うんうん、スノービークのマジさんだったり、うん、レオスの藤野さんだったり、いろんな方が関わってくれたことによって、やっぱり星野さんが一声言ってもらった方が進むこととたくさんあったりするんですよ。なんで、あ、なんか会社に応援者がついたなってすごい率直に思ったんですね。それは別に、その時だけからあったわけじゃなくて、いろんな機会で僕たちがすごい支えられてきたなと思って。例えば、昨日あった、あ、一昨日あった原研也さんと隈研吾さんの会も、どうして実現したかっていうと、外務省の根本さんっていう方が自分をプッシュしてくれたんですよね。ここの人たちに青木を入れたら面白いんじゃないかとか思ってくれた。本当に感謝してるんですけど、でもその、ね、その、なんだろうな。あと、まあ、原さんともともと知り合いだったんですけど、原さんを紹介してくれたのはザ・ギルドっていう会社の深津さんで、で、深津さんを紹介してくれたのは前職の社長だったりとか、自分の会社の枠では成り立ってないんですよね。言い方変えると。でも、なんで、より踏み込んだ話をすると、そういった応援してくれてる人、抹茶に関与してくれてるって人が、しっかりいい人たちが増えれば増えるほど、会社が世の中に広がっていくなっていうふうに思ったんですね。それやっぱりジムリー、一人一人が、なんか、なんですかね、仲間になってるみたいなところとすごい似てるなと思っていて、僕たちはその、今まあ300、まあ、弱ぐらいのメディアですけど、本当にもっと1000万人だったりとか、1億人の人に見てもらえる。やっていきたいと思って、そう考えると、やっぱり30人の社員だけで戦うってやっぱ限界があるんですよね。これが100人になろうが1000人になろうが、そこまで大きく変わらないなって、そうやって思ってる部分もあって、馬力とかは変わると思うんですけど、よりも、どう10万人とか100万人とか1000万人の人に、ある種抹茶の中の人になってもらうか。日本は世界に発信していきたいって思いを持っている人たくさんいるんで、そういった人たちをどう中の人にするかみたいなところは僕の中で結構テーマだなって思っていて、そういう話を今日したいなって、ちょっと後半では思ってました。ありがとうございます。直に今の話聞いてどう思いますか、松本さん。いや、事前にその鈴木さんのポッドキャストであったり、青木くんの鈴木さんについてノートとかって見させていただいて、なんかすごい、とてもなんか意義ある活動というか、なんか学びが多いなっていうふうに思ったんですけど、なんか、まず、なんか、まさに広報活動だなって思ったんですよね。ああ、まあ確か仲に広間報づできくる。り。仲間づくり巻き込み方。で、鈴木さんって、広告宣伝って言い方をしてたんですよ。で、なんかまさに CM とか、買ったりとかっていうのは広告なんですけど、なんか映画館にわざわざ赴いて、で、その時期に押してもらえる映画って1本しかないですと。で、その押してもらう1本になるために、その映画館の関係者と、まあ、食事したりとか、その一緒に写真撮って仲間にしていくっていうのは、まさに広報活動だなと思ったんですよね。ああ、なるほど。本当にだからそういう、抹茶で言うと外務省の根本さんみたいな人を各地方の映画館に作ってって、で、多分その1回の経験があるとジブリの映画が出るためになんか応援したくなっちゃうなっていう、まさに仲間づくりで、まあ、広報活動なのかなっていうふうには思いました。で、なんだろう、そういう活動を、じゃあ、今、抹茶青木くんって自然にそれができている部分があると思うんですよね。まあ、深津さんとか、ノートの UX とかそういうのやられてる方でしたよね。はい、とそうですか、ね。原さんもそうだし、星野さんもそうだし、スノーピークの社長さんもそうだしっていうところで、
なぜそうなったかっていうのを、なんか、どこかのタイミングで分解してみるといいかもしれないですね。なんでそうなったと思いますか？なんでそうなったと思いますかっていうと、まあ、まずは一個は、その、まあ、日本人じゃないですか、我々。はい。で、日本って、まあ、ここ、まあ、10年、結構、大変な思いいろいろしてると思うんですよね。その大きな地震で、たくさんの被害者の方が出たりだとか。で、その、一時は旅行客とか減ってしまったとかってあると思うんですけど、なんか、でも日本っていいからもっと知ってもらいたいっていう、それって結構日本人誰しも応援できることなのかなっていうふうに思っていて、そういう部分でなんとか助けたい、自分に直接利益にならなくてもなんか助けたいなって思わせる、まあ、事業であったりコンテンツなのかなっていうのはまず1点あって、なるほど。あとはやっぱりまあそのそれを、こう若いながらもその積極的にやっている青木くんという人で、しかもそういう社長さんなのに会ってみるとひょうひょうとしていて、なんかね、そのガリがガツガツの社長さんっていうより、なんかすごい、なんか本当になんかなんだろう、正しいか分かんないですけど、なんか少年のような雰囲気というか、なんか助けてあげたくなるようなキャラクターなんじゃないかなって、やっぱ青木くんと直に何度か会って見ると思うんですよ。なんかそれこそ僕、私ももともとバックパッカーで、うん、でさっきちょっと話題に出た、ね、共通の知り合いとかもインドであったりしてるんですけど、うん、あの本当に青木くんとすれ違って一つの街でビール一緒に飲んでとかしててもおかしくないなっていうか、あなんか そういう、まあね、なんか同じ青さとかを持ってなんかすれ違ってたかもなってとかっていうのは、なんて言ったらいいのか分かんないですけど、そういう、まあ、何かを思い出させてくれるような感じがあるというか、うん、あ、それは嬉しいですね、うん、まあ、端的に言うと何か助けてあげたくなるようなキャラクターなのかなっていうふうには思います、うんうん、で、まあ、これはでもやっぱり私なんかよりもこういう星野さんとか、まあ、根本さんとかにがっつり聞いてみるとより良いのかなっていうふうに思うんですよね。だってビジネスの場でわざわざお金を出したりとか、うん、あとはそのね、熊健吾さんとのトークセッションに青木くんという若手を押すっていうことがもしかしたらリスクがあります。お役所とかの中ではね、すごいリスクがあったかもしれないのに、情熱を持ってそれやってくれるその原動力って何っていうのを一度聞いてみるといいのかなっていうふうに思います。そうですね、今度それは振り返りの会をしたいですって言ってたんで、うんうんうん、僕は聞いてみようと思います、うんうん、まあ、そうですね、それは僕側から言語化するものじゃないかもしれないですね、うんうん、なんかでそれってなんか本当にまさにストーリーでありコンテンツだなと思っていて、だからもちろんその星野さんとか熊健吾さんとかすごいなんか有名な方々がいっぱいいる中で、でも私は根本さんの話とか聞いてみたいなと思っちゃいましたね。なんか成長観察をしてますって言われましたね。やっぱだからその支援してあげたいなって思ってるんですよ。見てみたい。で、そのなんだったら、うん、大化けするのを見てみたいというか。だからもしかしたらそういう見たくないですか。僕も実は今その企業で働いてる理由の一つが大化けするのを見たいというか、でその中で何か自分が貢献したっていう、うん、実感を持ちたいというか、うん、だから超大物になるかもしれない青木くん、もうもちろん別にならなくてもそれはそれでなんかいいと思うんですけど、うん、この人に可能性があるなと思ったら自分の多少の労力とか割いても構わないって思ってると思うんですよね、うん、それすごい胸熱というか、なるほど、ぜひ聞いてみたいし、そういうのって多分ノートとかにしてもいいかなって思いますね。うん、でそこでもしその要素を分解できたらそれを回していくっていうこともちょっと意識的に今後やっていってもいいのかなと。そうですね、そこはちょっと考えて、まあ、なんか今の話を、まあ、根本なんか、ね、勝手に根本さんの名前ばっかり出しちゃったことで怒られるか不安ですけど、あの課題感、社会的な課題感であるってことを僕はすごい感じてます。うんうんうん、インバウンド
だったり文化ってものに対して感じてて、うん、日本を世界に発信するってみんな思ってるんですよね。みんな思ってるんですけど、うんうん、それをどうやっていいかとか、うんうん、やり方が分かんないとか、具体的なアクションまで落とし込みにくいなと思ってて、うんうん、なんかそういう部分をなんか積み重ね、なんか続けてるのはやっぱ一個あるかもしれないなと思いましたね。うん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 、最初3年、会社作って2、3年の時も助けてもらったことたくさんありますけど、うん、今ってその、それがちょっと大きくなってる感じがしてて、うんうん、それってなんか、まあ君続けていくでしょみたいな感じ。まあなんか諦めずにコロナだってもなんか頑張るでしょみたいな。うん、そういう部分は一個大事にしてるところかもしれないです、うんうんうん。あとは、そうですね、自分も大化けしてするのを見てみたいですね。まあどう化けるかわかんないですけど。うんうんうん、でも何かしら社会に本当価値を出していきたい、うん。自分の人生だったりとか、に誇りを持って入れるようにありたいというのは思うんですけど、うんうん、同時に自分が住んでる国が10年後、20年後つまんなくなったねっていうのは絶対言いたくないなと思ってて、うんうんうん、それってすごい他人事じゃないですか。うんうんうん、いや、あなたは何やったのって話だと思ってて、うんうん、そういうことは言わない人生でありたいと思ってるんですよね。うんうんうん、今、メディアっていう単位で旅行者と日本って形ですけど、別に形はどんどん変わっていいなと思っていて、うんうんうん、ただ、ビジョンであるところとか、自分のスタンスっていうところは多分一緒変わらないかなと思ってるんで、うんうんうん、そこを言い続けていくこと、やっぱ大事かなと思いますね。うんうんうん、続けること。続けることって大事ですね。うん、うんうん、そうですね。ああ、あともう一個あるな。これは、人の、なんかこれ父親と差し飲みに行ったんですよ。うんうんうん、そしたら、父親はの話聞いてると、3、40年の付き合いが多いんですよね、聞いてると。うんうんうん。なんでそんなにそういうことが起きてるんだみたいな、うんうん、聞いたんですよね。そしたら、縁を切らさないことだよって言われて。うんうん、あ、すごいいい言葉だなと思って。うんうんうん、往々にしてやっぱりその、新しい人と会うと気持ちよくなるみたいなってやっぱあるじゃないですか。うん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 、じゃなくて、ちゃんとつながってる人とつながり合うというか、深めていく。うん、それすごい大事だなと思って、うん、最近仕事する人とかは5、6年前に知り合った人とかって多いんですよね。うんうんうん、それこそ三本さんも5年前ぐらい知り合って、うん、で多少なりともお互いレベルアップというか、うん、経験を積んでまた違う会話ができてる、うんうんうん、でもそれが起きてるの僕すごいいいなと思ってて、うん、そういう、ちゃんと、まあ、以前あった位置をちゃんと育てて10にしていくみたいな。うん。それはすぐ、じゃあ翌月から10になるわけではなくて、うん。もう5年とか10年とか20年って歳月が必要なのかなと思っていて、うんうんうん、そういうような関係性を築いていきたいなっていうのはありますね。うん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 。ただそれがまあ、助けてもらって理由かどうかわかんないんですけど、うん、うん。スタートとしてそこは大事にしたいなと思ってます。うんうんうんね、僕自身もその青木くんがどんどん大きくなってってるのは、まあ、すごい刺激になるし、同時にそのすごいなって眺めてるだけじゃダメだなと思っていて、そこに嫉妬とかも感じないといけないなと思ってて、あーすげえなって思って、でも自分もちょっとやっぱり、まあ、自分は自分の領域で頑張らないと、名をなせるようにしないとなっていうふうには思っていて、なんか、なんだろう、有名な人のお友達ってだけで気持ちよくなってたらよくないと思うんですよね。なんか、その有名な人たちに頼られるような自分ではいつもありたいなっていうふうには思っていて、ある意味なんかこうやって、まあ、前回の食事もそうだし、今回呼んでもらったのも、その、まあ、ある意味一定の評価だとは思っていて、
なんかそういうのはありがたいなっていうふうに、まあ評価で考えきってないかもしれない。いや全然僕も、ただでもなんかそういう頑張ってる人に頼られる自分でありたいなって、まあ、勝手に常に思うようにはしてます。なるほど。だからそこに対して僕はその嫉妬みたいなのってどこまで持つべきなのかみたいなすごい解禁で、うんうん、今年の僕自身のテーマは余白なんですよね、うんうん、余白って3つ意味があって、1つは組織とかプロジェクトに対する余白、うん、あこれ全部自分でやりますって言わない、うん、全員の知恵を集めるっていう意味での余白で、うん、2つ目は人に対する余白で、うん、結構自分の中でのコンプレックスだったことは1つあって、1つは、うんまあ、会社作って8年目なんですけど、うんうん、それこそ運10億とかすごい上場するぐらいもなって会社って結構あるんですよね、周りに、うんうんうん、まあ比較しちゃってたんですよ、すごい、うん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 、あ自分はまだここだみたいな、うん、比較しちゃってて、で創業期に仲良かった友人とか会社作った人で初期には割とそのコンタクトしてたんですよ、飯行きましょうとか、うんうんうん、最近どんどん自分が勝手に遠ざけてた感じがあって、うん、あなんかすごいし、なんか今自分が彼の目の前に立ってもあまり貢献できないなみたいな。うーん。自分、対等じゃないなと思って。でも対等じゃなきゃ、目の前にいなきゃ、目の前にいちゃいけないから、ないんですよね。うんうんうん、極論。なくて、その、領域は違うんで、うん、対等にしようがないと思うんですよ。うんうんうん、めっちゃただ自分自身は、どういうあり方が良かったかっていうと、何々さんのこの部分めっちゃすごいと思ってますと、うんうん。で、同時にそこに関して自分はできてないんですけど、よかったら教えてもらえないですかっていう。うん、ある種自分ができてないこと、弱いことをさらけ出すというか。で、そっちで学んだ方が絶対成長したんですよね。うんうんうん、だから自分の殻に閉じこもって対等じゃなきゃいけない。対等にならないと目の前に行って、対等に話せないって思うと、成長速度って下がるなと思ってて、それがまあ他者に対する余白なんですよね。なんで、嫉妬ってある種健全なエネルギーになりつつも、同時に嫉妬で勝手に自分が遠ざけて、得られるべき価値とか、損してしまうこともあるなと思うんで、気をつけないなっていうふうに思ったりはしてます、ね。うんうんうん、で、3つ目は自分の時間に対する余白、うん。で、なんで、まあ朝、今日もこの時間朝8時、あ、7時半からですよね。7時半から話してるんですけど、うん、朝人と話すようにとか、して自分の時間を増やしたりとか、そういったことは最近したりしてます。うんうん、ちょっと話逸れちゃいましたけど、はい、いや気をつけないといけないですね、うんうん。朝の時間活用するっていうのは、私、本当にギリギリまで寝てるたちなので、でも、この、今日も含めて、私、その前は仕事で結構7時起きぐらいっていうのが続いてたんで、まあ、こういうのもやっぱりいいもんだなっていうふうには思いました。一日が長くなるというか。ありがとうございます。そしたら、そうかな。うん、まあ、今の話の僕の中で学びとしては、まあ、応援してくれてる人は何で応援してくれてるのか、うんうん、ちゃんと言葉にして紐解いていく。まあ、それを通じて、まあ、まあ、再現性っていうとなんかちょっと違う感じもしますけれど、うんうんうん、どうそのスタンスをちゃんと自覚的になれるかっていうところなのかなっていうふうに思いましたね。いや、ありがとうございます。いろいろコメントいただいて。はい、そうですね。その、あ、ね、ラップアップのところであれなんですけど、私もなんか、そのさっきのなんか余白の2つ目のなんか嫉妬の部分とかって、要はなんかあんまね、確かに、そういう、その頑張るエネルギーとかになったりはすると思うんですけど、結局はでも自分のフィールドで、まあ頑張るしかないので、うん、そこはなんか、ね、なんかしっかり、まあ、やっていきたいなって思うし、あとはあんまりプライドもないので、ね、すごい格上の人でも教えてくださいっていうのを私はよくやることなので、うん、すごく共感持ってました。
ありがとうございます。あともう一個がそのさっきのね、あの根本さんの話ではないんですけど、やっぱりなんか強烈なファンを、まあ、そのさっき分解してなぜそうなったのかっていうところもあるんですけど、より強烈になってもらうようななんか営みとか大事かなと思っていて、なんか日本のことめちゃくちゃ好きな外国人の人とかっているじゃないですか、熱量にびっくりするぐらい、うん、抹茶にもそういう人いると思うので、うん、なんかそういう人たちをピックアップして、まあ、それがなぜそうなってるのかとか、で、なんだったら仲間側に引き込んで、なんかどんどん発信してもらえないかっていうようなことをやるとか、ある意味インフルエンサー的になってもらうとか、うん、そうですね。あとは、はい、あとはそのね、あの日本を発信するっていうところで、なんか味方になりたいって思う人がいっぱいいるけれども、うん、とはいえなんかその結構広いじゃないですか概念が、うん、だから なんだろう、うん、例えばトヨタのプリウスっていうと、そのプリウスすごいファンになったり推したりとかってすごいしやすいから、そのなんか日本を知ってもらうっていう中でも、特にこのケースでなんかこういうストーリーがあったっていうようなストーリーのケーススタディみたいのができたりすると、なんかそういうのを元にまたちょっと押しやすくなったりする部分もあるのかなっていうふうに、この外国人が日本に旅行を来てこういうふうな体験でこう変わって今も日本に居続けてとか、うん、なんかそういうストーリーとか掘り込んでいくと、またそのまた押す要因になっていくのかなっていうふうに思いました。うんうんうん、はい、ありがとうございます。はい、メモしたので、あと自分の中で整理しています。はい、そしたら一旦閉めますかね。そうですね。どんな感じで閉めますか。あ、もう全然あの今日抹茶の青木くんに広報相談ということで、まあ、今日こういう場設けてもらったんですけど、なんか私もね、一抹茶の応援者として青木くんの成長と会社の成長を見てるの面白いし、はい、そこになんかやっぱすごい今日強いプレイヤーとかがなんか巻き込まれてる過程とかもやっぱ見てて面白いので、うん、なんかこれからも私がなんかできることがあればなんか絡ませてもらったりだとか、うん、あとはさらなる成長なんか楽しみにしてますっていう、あとはもうコロナがもうちょっとね早くなんとかなってほしいなっていうところですね。そうですね、そこは早く、まあ、そこはコントロールできないんで、そうですね、コントロールできるのに集中します。そうですね、うん、おっしゃる通り言ってもしょうがない。そうですね、はい、じゃあ、はい、本日はありがとうございました。本日はありがとうございました、うん、ありがとうございました。ちょっと一瞬トイレ行ってきます。あ、全然、はい。